はい、皆さんこんにちは、こんばんは。じっちゃん、今ね、仙台川のさ、上流に来てるんだよ。上流の、これはね、山の上からさ、流れてきてるさ、仙台川に流れ込む、なんていう川かわかんないんだけど、ここでね、この前さ、帰りにこの橋、上に橋があるんだ。橋から見たらさ、いっぱいホタル飛んでたんで、今日はね、ここでね、ホタル鑑賞してみようと思って来たんだけど、まあカメラもさ、持ってきたんでね、撮れたらさ、アップしようかね。撮れなかったら、このビデオはボツになります。ボツになります。じゃあもうちょっとね、暗くなるまで待とうかね。あのね、上を見ると今日はさ、曇ってるから星が見えないんだよ。星が見えてるとさ、真上を見るとさ、流れ星かなと思ったら違うんだよね。真上も蛍が飛んでる。綺麗だね。家の近くでさ、これぐらい飛んでくれたら、ね、飛んでくれるとこがあればね。まあこんだけさ、いたらさ、向こうのね、対岸がね、すごいんだよ。対岸のさ、草むらがとんでもなく光ってるね。でもね、写真ではちょっと、写真とかビデオではね、ちょっと遠いから難しいかもしれないね。あ、いっぱい飛び出した。さっきからさ、カメラにいっぱい飛んでくるよ。もうカメラがさ、8000D が、書き込みが遅い。なかなか書き込めない。 SD カードがダメなのかな、遅いのかな、書き込みがね。9時半だよ、9時半だから、もう通れるようになったんだよね、この道がね。9時半までさ、通行止めなんだよ。まあね、ホタルはね、いっぱい飛んでたからさ、よかったけどさ、帰りにね、なんていうかな、山道じゃないけど獣道みたいなとこをさ、川からその車を止めてるとこまでさ、登らないといけないんだよ。でスマホのライトをさ、首から下げて両手にカメラとかさ持ってたんで、それで登ってきたんだけどね、足元にさ、でっかい石が、もう真っ暗だからさ、光が何もないところだから真っ暗でさ、足元にさ、大きな石があるっていうのが気づかずにさ、じっちゃんそのでっかい石につまずいてさ、思いっきりこけたよ。痛かった。もう痛くてね、しばらく立ち上がれなかった。で道具をさ、車の中で整理して、整理っていうか、その持って行ったものをね、あるかどうかさ、確認をしてたらさ、今度あのミニ三脚のさ、ポーチがないわけだよ。あれ持って上がったのになって思ってね。でそのフタルートあるわけだよ、河原に降りるやつとこが、あの道がね、道っていう道じゃないんだけどさ、そこを2ルートをさ、2回こうずっと河原の方を回って、2回回ったんだけど目につかないんだよね。なんでないのと思ってさ、歩いたとこになんでないのと思ってね。で2回回ったけど目につかなくてさ、でまさかこけたとこにさ、草むらの中になんか落ちてるんじゃないかなと思ってね、その何回かさ、何回こけたかな、3回ぐらいこけたか3回ぐらいこけたんでさ、そのこけたとこをね、重点的に
探して回ったんだけど、で最後にさ、こけたとこにあった、草むらの中にね。でも痛かったな、あの最後の最後にこけたのはさ、思いっきりこけちゃったよ。痛くてさ、痛くてじっちゃんしばらくうう言って、そのまま地面にさへばりついてた。足を思いっきり打ったんだよね、その石でさ、石のそのでかい石で。とりあえず自宅まで帰りましょう。まあでもじっちゃんさ、あちこち一人でこうやって暗いとことかさ、夕焼けを撮りにさ、山の上に一人で登ったりとかさ、こんな誰もいないようなさ、真っ暗闇の中の川とかさ来るけど、本当気をつけないとね、動けなくなったら大変だよね。だいたいじっちゃんが行くとこはさ、基本なんていうかな、スマホがつながらないとこが多いからね。今ホタルをさ取りに行ったとこも、まさかここはスマホつながるやろうと思って、スマホ見たら圏外だったということでね、じっちゃんは頑張って家まで帰ります。こっから何キロあるのかな、こっから30キロぐらいかな、30キロぐらいだと思うんだけど、全部でね39キロぐらいだから、もう9キロぐらい走ったんじゃないの、走ってないかなまだ。はい、頑張って帰ります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、おやすみなさい。